はいどうもこんにちは。ゆずこです。それでは今回なんですけども、AUPay1 回税込み1000円以上の利用で100ポイント還元ということで、今回は AUPay とポンタポイントについてですね。この動画では AUPay とローソンのキャンペーン、それと組み合わせればさらにお得なキャンペーンも含めてお伝えします。この期間中ですね、ローソンを利用される方は必見ですので、ぜひ参考にしていただければなと思います。それでは、行ってみましょう。 ではですね、まず最初にお伝えするキャンペーンこちらですね、ローソンのお買い物、税込み1000円以上を au ペイで支払いすると、1回につき100ポイントのプレゼントということでございます。なのでね、1000円で100ポイントなんで、実質10%還元になりますね。で、それが期間中最大で1000ポンタポイントまでもらえるということですので、なので、これを実質10回行えば上限に到達するということですね。 ではですね、キャンペーンの詳細見ていきましょう。まずキャンペーンの期間なんですけども、9月の14日から27日までと、まあ、若干ちょっと短めですかね。2週間弱ぐらいのキャンペーンとなっておりまして、この動画をアップしているのは9月10日ですので、まだ始まってませんので気をつけてください。で、特典の内容として先ほどお伝えした内容の通りですね。で、このポンタポイントが付与されるのが、2021年の11月初旬ということですので、まあ忘れた頃に付与されるかなと。で、対象店舗はローソン以外にも、ナチュラルローソンであったりとか、ローソンストア100、こういったところが対象 小店舗でございます今ここにも出てるような種類のものに関したらローソンで AUP 決済できませんので気をつけてくださいでですねちょっとこれ後ほど触れるんですけども本キャンペーンは KDDI が実施する他の企画との併用ができない場合がありますとですけども生活応援企画ポイント抽選企画割引クーポン a p ペイ残高不要キャンペーンを除くということですのでこれらに関したらキャンペーンと併用ができますよということですねなので今現在開催中のね3%還元のキャンペーンと合わせても使うことができるんで結構ねお得に参加することができるんですよねで、さらに先ほどお伝えしたキャンペーンと含めて 今回ですね、aupay アプリでローソンの人気商品のクーポンがもらえるということでございます。選択10万名様合計40万枚ということで、街カフェとプレミアムロールケーキ、あと唐揚げくん L 値、これらのクーポンがもらえるということでございます。こちらのキャンペーンの期間はトータルで同じなんですけども、若干ね、クーポンの取得期間と利用期間というのが違います。まずもらえるクーポンの金額として、63円引きのクーポンを aupay アプリに提供いたしますということでございます。まず街カフェに関したら10万枚で、 これは9月14日から9月16日までの間に取得して利用してくださいと。まあ、ちょっとね、期間が短いですけどね。で、プレミアムロールケーキは17から20日。で、唐揚げくんに関したら21日から23日。 L チキに関しては24から27ということですので、まあ、個人的にちょっと嬉しいのはこの街カフェですかね。これらあたりがちょっと使えるとちょっと嬉しいかなと思います。しかもね、街カフェに関しては M サイズなんで、これまたちょっとお得感がありますよね。で、これに関しての対象店舗はローソンとナチュラルローソンのみということでございます。で、クーポンに関しては一商品につき1枚利用で、 クーポンの使用は各期間中1回限りということでございますのでお間違いないようにお願いしますまあ、今回のこの au ペッとローソンのキャンペーンはまあ、税込み1000円以上100ポイントとまあ、実質10%還元ということでまあまあお得感はあるんですけども今回はそれだけじゃなくてねプラスアルファでポンタポイントのキャンペーンと合わせればかなりお得に参加することができますまあ、それがこちらなんですけども先日ね僕のまとめ動画で確か紹介させていただいたキャンペーンなんですけどもローソン公式サイトからエントリーして税込み 700円以上のお買いいい物でで合計1億ポンタポインンンンイトががもらえるっていうキャンペーンが開催中でございますまだね、エントリーされてない方はエントリーしていただければと思うんですけども、このキャンペーンの内訳としたらですね、税込み700円以上のお買い物をすることによって、ポンタポイントの5000ポイントが抽選で6000名様に当たる。もしくは、ローソンアプリをダウンロードして、ポンタカードを登録いただいている方は、ポンタポイント1万ポイントが抽選で2000名様に当たるっていうキャンペーンですね。しかもね、1と2に関したら、1回あたり700円以上のお買い物会 数が多ければ多いほど当選確率がアップということでございますしかもさらにですね抽選景品に当たらなくても1回当たり税込み700円以上のお買い物で5000万ポイントもれなく山分けと最大200ポイントがもらえるということですのでまあ、なんちゃかんちゃこれは当たりそうもらえそうな気はしますよねちなみにこの中で気をつけてほしいのはこの対象外商品なんですけども今出てる通りなんですが僕ですね先ほどのこのキャンペーンの時に普通にゴミ袋でも買おうかなと思ってたんですけどもこのポンタの山分けキャンペーンの中では各自治 自治体の各種ゴミ袋に関しては対象外となってますんでちょっとねこれは僕自身ちょっと気をつけないといけないところかもしれないですなのでもしローソンでゴミ袋買われる方はちょっとここ気をつけないといけないですねでポンタポイントのキャンペーンこれだけじゃなくてですねもう一個あるんですよまあ、それがねこちらも動画で紹介させていただいたキャンペーンなんですけどもポンタカードアプリの1000万ダウンロード感謝祭っていうのがですね開催中でございます大きく3つに分かれてはいるんですけどもまずは新規ログインキャンペーンポンタ公式アプリに初めてログインするだけで100ポンタ ポイントがもらえると2つ目はハズレなし感謝祭スピードくじ最大50万ポンタポイントプレゼントということでこちらもね本日始まったキャンペーンなんですけども、まあ、本日ね僕も早速やってきたんですけども1ポイントもらえました で、今回のローソンのキャンペーンと合わせて使えるのはこちらですね。ポンタカード提示キャンペーンということで、お買い物でポンタカードを提示するだけでもれなくポンタポイントプレゼントということでございます。まあ、こちらのキャンペーンに関したら、まあ、公式アプリからエントリーをしていただくと、その後にお会計の際にバーコードを提示するということなんですけども、キャンペーンの詳細に関したら今出てる通りなんですが、エントリー対象期間中にキャンペーンページよりエントリーした方が、提示対象期間中にポンタカードを提示してお買い物をすると、お買い上げポイントが1ポイント以上 加算された一回計,計につき漏れなく1ポンタポイントがもらえるということがございます。 なので、とりあえず、普通にもらえるプラスアルファで1ポイントがもらえるということですので、ついでにもらえちゃうっていうことなんで、とりあえずこのキャンペーンもエントリーをしておくことをお勧めしますね。なので、今お伝えした内容を踏まえて流れをまとめると、まあ、ローソンで税込み1000円以上のお買い物をした場合のお話をするんですけども、まずはこちら、会計時にポンタカードを提示すると。これ OK ですね。その後にポンタカードの提示キャンペーン、まあ、プラス1ポイントがもらえるキャンペーンですね。まあ、それに参加、 ができるさらに今回は税込み1000円以上のお買い物してるので1億ポンタポイントに参加ができるとこれの条件というのが税込み700円以上お買い物することで参加ができるのでまあ、自動的に参加ができるとそして今回のキャンペーンの1000円ごとに100ポイントがもらえるキャンペーンですねまあ、これも参加ができるプラスさらに AUP の生活応援企画の3%還元にも参加ができるということですのでまあ、この期間中はねかなりねポンタポイントを貯めたい方からすれば面白い期間になるんじゃないかなと思いますではですね今日冒頭でお伝えし キャンペーンだけをまとめるとローソで税込み1000以上を AUP 決済をすることによって1回につき100ポンタポイントがプレゼントされるというキャンペーンでございます。キャンペーンの期間は9月の14日からスタートしまして9月の27日まで上限は最大10回まで100ポンタポイントがもらえるので1000円かける10回利用で上限に到達しますなのでね実質10%還元という感じのキャンペーンですね。まあ生活応援企画と合わせれば実質13%還元ぐらいまではいくんですかねで付与されるのが2021年の11 1>, 1月初旬頃に付与されるとで補足として同じ時期にですねマッチカフェの M サイズであったりとかエリチキなどの63円引きクーポンも付与されるのでまあ、これとね合わせて参加すればまあ、お得に参加ができるんじゃないかなと思いますちなみにですね同じ時期9月14日からですねクリスマスおせち応援企画最大10ポンタポイントが還元されるというキャンペーンも開催されますのでまあローソンでねこういったものを購入されることを検討されている方はですね合わせて使ってみるのもいいんじゃないかなと思いますまあそんなこんなで今回は au ローーソンンンンンそしししてててポンダポイントのキャンペーンについい簡単ではありままたたたけどもお伝えさせていただきました、まあ、今回ね、お伝えさせていただいた冒頭のキャンペーンに関したら、まあ、1000円ごとで100ポイントなので、まあ1000円ごとって結構な金額にはなるので、もちろんね、無理して参加する必要はないのかなと思います。まあ普段から1000円以上ローソンで使う方からすればかなりね、嬉しいキャンペーンかなと思うんですけども、1000円を10回1万円ってまあまあな金額なんで、上限いっぱい使う必要はないのかなと思うので、僕はとりあえずゴミ袋を購入しようかなと思ってるんですけども、 ポンンンタのの山分けのキャンペーンに参加ができないいっぽいのでちょっとと別の商品何かか購入しようか検討してるところではありますでですね、先ほどからちょくちょくお伝えしたように、この期間中はですね、ポンタポイントのキャンペーンかなり暑いので、ポンタカードの提示を忘れずにお会計に挑んでください。あとエントリーも忘れないようにしましょうね。で、全然関係ないんですけど、僕この2日間、ちょっと動画アップできなかったのは、ワクチン接種を2回目行ってきたんですけども、それの副反応でしっかりとね、寝込んでおりました。 まあおかげさまで今は元気いっぱいなんですけども、接種した次の日に熱が出て、2日目に頭痛が起きたっていう感じだったので、もしね、接種をされる方はですね、もう次の日とか、できれば次の次の日ぐらいはお仕事お休みとか入れた方がいいのかなっていうふうにも思いました。 もうほんとこの期間中はデリバリーサービスの出前感とかメニューとかウーバーイーツとかもうそこら辺をすごく頼り切ってめちゃくちゃ感謝しましたね。ということでちょっと全然関係ない話だったんですけども今回のこのキャンペーンの公式リンクに関したら概要欄に貼っておきますんで詳細気になる方いらっしゃればチェックしていただければなと思います。ということで本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。